どうも。こんにちは。こんばんは。レイです。なんだこれ、このリズム。まあそんなことはね、どうでもいいんだけど、本当にね、今回ちょっとね、引っ越しで、バタバタしてまして、もうね、荷物、ね、あれもボードの板、くるんだんだけどね、この間から動画の後ろで突っ立ってるけど、まあ梱包して、こういうね、テレビとかも番号つけて、部屋の番号、ね、書いて、引っ越し屋さんにこれ、どこですかとかいちいち聞かれなくても済むように、で、平面図の方に番号を書いて、段ボールの番号の通りね、その部屋に1番なら1番、2番なら2番ということでね、持ってってくださいっていうね、形でやるんで、まあだから指示がいらないってね、だ地図見てもらって持ってるね、段ボール、引っ越し屋さんのね、人たちが持ってる段ボールについた番号通りの図面のところへ行ってもらってね、部屋へ行ってもらって、で、まあ、収めてもらうと。で、開封は自分たちでやります。で、ただね、エレベーターをね、ちょっとね、使えなくて、うちはね、5階なんで、そこから1階、なんていうの、戸建ての方に引っ越すからね、集合住宅の方から。だからその辺でね、だいぶね、費用かかっちゃって、で、2人しかいないのに荷物がね、まあ、だいぶね、俺の荷物っていうのはそうそうないんでね、俺いつ死んでもいいように、あんまり荷物を、ね、増やしてないんで、で、まあね、どうしてもね、母親の方、年寄りっていうのは、物をね、捨てたりあんまりしないんで、余計なもの溜め込んでたりとか、まあ、それでもね、せかして、捨てろ捨てろっつって、だいぶ捨てさせたんだけれども、結構荷物があるので、まあ、20万ぐらいね、かかりまして、ただ、エアコンの、ね、2台、エアコンの取り外しと取り付け、ね、設置まで、お願いもしてあるんで、だからちょっと料金がね、1台あたり、3万だったかな、取り外しで。で、それぐらいかかるんで、まあ2台で5万ぐらいっていうところでね、2万何千だか。まあそんなことはいいんだけど、今日ね、この動画、録画してるのは、火曜日、10月の22日でいいのかな ?22 日の、まあ天皇の即位の日で、会社自体もね、カレンダーはね、赤はないんだけど、会社自体休みで、今日ね、また引っ越しの最終の詰め物と掃除とね、やってまして、で、翌日がね、この録画の翌日の水曜日が、一応ガラケー姉さんの方と、夜ね、食事、二人きりで食事ということなんですが、何もね、お互い、一週間ぐらい経ったかな ?10 月の15日に最後にメール送って、そっから連絡がないんで、まあ最終確認で、明日大丈夫ですかっていうのをこれからメールして、この携帯でね、メールしてみて、で、まあ断ってくるのか。あとはね、スルーというケースがあるんで、スルーされた場合はもう行きません。予約、席だけね。席だけの予約はしてあるんだけど、だから、その辺で、だからね、何もアクションがないんだったら、まあ多分、バックレーっていう形になると思うんで、こちらももう予約の解除だけはして、行かないというふうに取ろうと思います。まあでも何かがね、あったとして、ほら、気が変わったりとか、そういうのがあったとしても、やっぱりね、相手には行きませんよって何かしらね、行けませんという、返事はね、絶対すべきだと思うんで、そういう礼儀っていうかね、そういうマナーをもし守れない方であれば、この先ね、一緒にやったところで、いい結果は得られないのでね、まあそこはしょうがねえかなというところで、まあ結果をね、ちょっとどうなるかね、待ってみようかなと。で、皆さんに、報告というのは後日、ちゃんとね、どうなったかっていうのをまた報告をしたいと思っております。で、ちょっとね、引っ越しの間、その後、ネットの方がね、環境がちょっと良くないんで、もしかしたら配信の方がね、しばらく止まっちゃうかもしれませんけれども、気長にね、ちょっと待っていただいて、無事にね、間違いなく生きてはいますんで、ちょっと、ソフトバンク光のね、工事の段取りの方が、まあ、なんかね、対応がね、まあ、悪いんだか、よくいいんだか分かんないけど、そんなことになってますんで、
しばらく配信の方が止まるかもしれませんけども、必ずまた報告をしたいと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。あれコーラ飲んでるから今苦しくてさ、あんまり俺コーラって飲まないんだけど、炭酸とかね、月本当に1回とか飲めばいいかなってぐらいで、ほとんどねお茶かね水だよね、もう水なんで、本当にねあの引っ越し作業で喉渇いちゃって今ねそんな形でやってますけれども、まあ、どうでもいい情報なんだけど、ね、皆さんもまだあの年末、ね、婚活今ね頑張ってる方男女問わず、もうすぐ、ね、イベントのクリスマスということで、もうねいい年になるとねクリスマスなんかどうでもいいっていう方多いと思うんですが、やっぱり周りの、ね、雰囲気っていうか、あとはうまくいく、ね、率が高くなるんで、ここで、まあ、お休みしてる方もねちょっと復活して頑張っていただけたらなという。俺もまああの今目先のものがちょっともうね薄いんで、希望がね薄いから、あのもうね次を見て頑張っていこうかなっていうふうに思ったんです。まだしぶとくしぶとくやってるんで、まあほとんどなんか趣味みたいになっちゃうよね、もうね婚活自体がね。でも真剣にやってるよ、やってるんだけどね、これはもう相手ありきのことなんで、うん、もうね、うん、まあ、あとはねほら皆さんがちょっと言われるように広い心で、うんね、見守って受け止めろというところで、それはもちろんやっていきますし、ただねこれ YouTuber なんでね俺はね、でやはりねちゃんと面白おかしくというか、まあ、見てる人間不愉快かもしれないけどね、勝手な男だなとかねいろいろ思うかもしれないけども、これは本当に動画でね上げていかなきゃいけないんで、面白い感じでねしなきゃいけないっていうところもあるんで、別に言い訳してるわけじゃなくて、ね、伝えると。だで俺は男だから男目線であくまでも伝えるということで、だから女性から見たらすげえね不愉快な動画になってるかもしれないんだけども、まあそれはねまあ、ご勘弁いただいて、まあ、こんな男がいるんだなというふうにね、男ってこういうふうに思ってんだなというね、ことを思って見ていただけたらなというふうに思います。ちょっと今ね、動画にね、もう一本上げてんだけどね、止まるね。なんだろうね、これね。鬱陶しいね、これね。まあ、そんなこんなで、また一つよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。